ロール縛ってまーす。縫い終わってロール縛ってます。これ今年去年の暮れに買ったベーラーで、中古で99万円。杉山農場。農機店にね、来られなかったね、生鮮ファームさんに、農機店の粗品を詰めて送ってあげたんですよ。そしたらなんと生鮮ファームさんからおやつがたくさん届きました。ありがとうございます。生鮮ファームさん、おやつトラクターの中に食べます。杉山農場。麦刈りが終わったんでベーラーやってます。今ね、試しにね、CHC 並みで走ってみます。コンバインが自動操作で走ってるんで、同じ感覚で走ってるんで、それでベーラーで走るときに、1本 AB 点、これカーブなんですけど AB 点取って、走って、で次のところでラインをセンターで合わせて、それで走ってます。こんな感じで今ね、微妙に、ね、調整しながらね、走ってますよ。ちょっとずれてたらね、はい、調節して、もう少しでロール。これ念願のワイドピックです。いいですね。止まります。で、オートなんで、オート記録してあるんで、これで後ろベーラーが開いて、また押したらベーラーが閉まって、またエンジン回転が上がります。で、これを押せば走り出します。こんな感じですね。こんな感じでやってます。牧草とかね、冷気で GPS 使ってまっすぐ集めたなら、ベーラーで閉まるときも使えますね。冷気も GPS 使って集めたら、ベーラーで閉まるときも使えますね。で買ってた時にさ、これベーラーで閉まる時もできるんじゃないかなと思って考えてたんですけど、やっぱりできましたね。小麦買った後に、コメントで、ラインを、データなんだ
行してできるかってコメントくれた人いるんですけど、走りながらライン記録した方が早いですね。それで全然大丈夫です。今ちょっとこう草入ってちょっとみっともないんですけど、ここでコンバインの後ね、コンバインの後でこれずれてるんで、ここでゼロに合わせて、でこれで自動操作で走ります。でこれでちょっと微調整しながら行きます。こんな感じです。こんな感じでやってます。いいですね、全然大丈夫で、まあちょっと曲がっててもほら、年間のワイドピックなんでいいですね、大丈夫ですね。おっ、ゴーバーッ。36度だよ、36度、マジでやばいね、36度。いやマジ36度やばいね。止まってたもんね、36度だよ、マジで。なんか毎日36度の予報なんだけど、やばいっすね、火事になるんじゃないかな、暑すぎて。やばいっすね。助かります。めちゃくちゃいいですよ。ありがとうございました。マジで助かりました。本当に。いや、本当にいいの見せてくれてよかった。めちゃくちゃ調子いいね。めちゃくちゃ飲み込みいいし。最高だぜ。坪内くん、プロキャスの説明してくれた坪内くんで、なんかね、ありゃーと思ったらね、ピックが回らなくて、あれ詰まったと思ったら、で、なんか何ともないところでいきなり詰まったと思ったら、で、安全ボルトが切れて、なんで安全ボルトが切れたのかと思ったら、安全ボルト入れてもピックが回らなくて、そしたらピックの横のチェーンが外れてました。なんだろうな、ゴミが溜まってチェーンが外れたのかな。はあ、直しました。まあ、あとね、山頂ボタンだったんだけどね。今ね、ここ、アブがやべえ。マジアブやべえ。すっげえアブいるよ。マジで。すげえ。今ね、ネットがなくなったんで、ネット入れ替えます。ネット入れ替えますね。真ん中ね、ロールに赤い線が見えてから、
5本目でなくなるんで、ちょうどギリギリでなくなるのを見てて、ゆっくり PT を回してなくなるのを見てて、ギリギリで止めました。うまくいってるかどうかちょっと見てみます。ほら、ちょうど残ってる。うまくね、残したんで、これに縛ります。最初のネットに縛りました。続きから巻き直したやつ、こんななってますね。大丈夫だね、これで。ちょっと多めにもう一回巻いたから。 OK。 マジアブやべえ、アブ入っちゃったな、中に。ちょっと、ワイドピックいいね。ワイドピック綺麗に拾えるか、拾い残しなくていいね。なんか一本すげえネット任さってるやつあるな。なんだこれは。なんかどっかの国の国旗みたいになってるな。自分がね、コンバインに乗ってる間にね、2日間ね、弟が来てくれてね、もう400本以上縛ってくれたんでね、もう自分ちょこっとしか縛るとこだなかった。すぐ終わってしまった。あと、そしてオホーツクファームさんの動画と、あと山野さんの動画、山野さんの動画も CAC ナビ使った歴史上の動画上がってるんで、ここにリンク貼っておきます。見てください。杉山農場。